こんにちは、アミです。本日は今日からですね、ウルトラマン上級者向けウルトラヒーローとその仲間っていうねダンジョンが来ているんですけども、まあレベル1から10まであるのかな、の中で上級者向けの一番上のですね編成を、ご紹介していこうと思います。はい、一応このダンジョンね、あの特殊ルールでウルトラマンキャラの全パラが5倍なんですけど、まあウルトラマンキャラが弱いということで、普通にゴッド、ダリルバルデでやっていこうと思います。まあ、ちょっとゴッド潰しみたいな感じのダンジョンではあるんですけど、まあ、普通にいけるので、はい、やっていきたいと思います。はい、では編成ですね、まず76マスリーダーでダブルゼーターガンダムです。超覚醒バインド耐性でアシストが、サメの魔人の武器です。まあ2ターン変質とドロ強 HP 盛りって感じですね。まあ代用、そんなにね弱化来ないので、代用たくさんあるかなと思います。はい、で潜在がダメージ上限解放の遅延が2つです。でインフィニットジャスティスガンダムが2体ですね、ループ用で入っております。今回ね、超重力のダンジョンでないので、そもそも、超覚醒は自由ですね。まあスキブにしてもいいし、超コンボにしてもいいし、浮遊でやってしまったんですが、普通に火力足りるので、まあなくても OK って感じですね。はい、でアシストが2つともですね、ホノリンの武器で、副属性変更と、まあ、3ターン変質を使っていきます。で潜在スキルブーストプラスプラスに、スキル遅延が2つ、これ全く一緒です。インフィニット2体ともですね、アシスト潜在ともに一緒ですね。はい、そしてリーダーになるダリルバルデです。超覚醒 LG プラスにしていて、アシストはアグドラールの武器でリダチェンですね。はい、で潜在に、アシスト無効回復と、まあ、一応 HP 強化プラスプラスつけてます。今回ですね、結構後半かな、ボスかなに大ダメージが来るので、まあ、右の PDC に必要 HP 書いてあると思うので、それ以上にしてあげてください。はい、でサブ最後がシズさんですね。1回走でシールドが来るので、まあ、そこを破壊していくのと、まあ、火力枠です。直角性が無効貫通プラスと、アシストクシーガンダムの武器です。雲耐性が必要なのと、まあ、HP 盛りって感じかな。暗闇ちょっと来たかどうか分かんないけど、はい、雲耐性は必要かなと思います。はい、そして潜在がスキルブーストプラスプラスの HP 強化プラスプラスです。で、ゴッドガンダムフレンドさんにお借りしております。メイコの衣装で、操作負荷もね必要なので、副属性変更しながら操作負荷耐性の武器という感じですね。で、潜在はスキル遅延が2つ以上振ってあればいいかなと思います。こんな感じのパーティーでガンダムバッジをつけております。まあ、普通に HP バッジでもいけるかなと思いますけども、はい、ということでやっていきましょう。はい、ということで、やっていきましょう。まず1回走、いきなりねシールド来るんですけども、まあシズさんで、はい、先にシールド破壊しておきます。はい、シズさんでダブルゼータの後ろサメですね、サメ撃って、でダリル、リダチェンでホノリ2つ撃ってゴッド変身です。でここね突破できるんですけど、ルーレットをね、潜水してくれるので、一旦耐久するとそのルーレットが欲しいので、ちょっと一旦耐久します。はい、一旦ちょっとキー2コンボ適当に組んで耐久して、ルーレットもらった状態で、倒していきます。次の階層、次かな、次じゃない、3階層でですね火花火が来るので、まあ、ルーレットがないとね積んでしまうので、はい、ルーレットもらった状態でいきます。はい、そしたら2階層で、2階層はダメージ吸収なんですけど、ゴッドの変身時3ターンダブル吸収ですので、まあ、一旦ね残ってると思いますので、はい、それを利用してワンパンしていきます。ここ必ずワンパンです。はい、ルーレット残したまま次の階層に行きたいので、必ずワンパンしてください。はい、ワンパン水だけどね、多分ワンパンできるかなと思います。で3階層で、火花火ですね。火花火でしかも非半減の無効貫通、これ結構硬かったですけど、はい、まあちょっとね頑張りましょう。でルーレット利用して、まあ、1回普通に分割して耐久して OK です。はい、急がずにね行きましょう。で、まあ、盤面整ったら、ゴッドジャスティスで、まあ、無効貫通
組みながら突破していきます。ちょっとね遅延が飛んできたのでジャスティスは打っててないんですが、はい、普通にね、組んでいきましょう。ちょっとしずさんの無効貫徹スキルは使わずで取っておいてください。で、まあ、ちょっと削りきれなかったんで、あとはまあ普通に殴ります。まあ、批判源なんで普通に平積みでも結構入りますので、無効貫徹分のドロップがなくても大丈夫かなと思います。はい、これで、4階層かな、4階層突破して次、5階層は普通にまあしずさんで破壊してワンパンって感じですかね。まあ、弱化が、闇ドロップに弱化が来てるのかなと思いますけど、まあ、盤面に普通に、ドロップあると思うので問題なく普通に組んでいただければワンパンできるかなと思います。はい、 OK。 はい、そしたらじゃあ次が5階層、はい、5階層は雲と捜索がここでね、同時に来ますので、まあ、それは、まあ無効にして、ここもワンパンかな、ゴッドジャスティス、まあ、ちょっとルーレットが、邪魔ではありますが76なのでまあ普通に組めるかなと思います。はい、しっかり回復はしながらワンパンしていきます。はい、そしたら、6階層ボス前です。はい、ちょっとなんか潜水隊ね、今回はなんかウルトラマンね。はい、でここはアシスト剥がされたので、まあ、火の L1 個あればいいです。ダリエルが L 字プラス2つ持ってるので、まあ、1個 L 組めたら OK でワンパンしていきます。はい、そしたらボスの、変身前になります。変身前覚醒無効きますのでダリルで回復しながら、まあ、ここボス前変身前はワンパンできます。はい、っていうかあれだね、ルーレットめっちゃ多いですねこのガンダムね。何用なんだろう、何想定で作られてるのかちょっとわからないですけど、ルーレットがかなり多いな。はい、でしっかりね先制食らっているのでここも回復しながら次の最終ボスに行きます。はい、そしたらここはですね、またゴッドつぶしかのように非吸収きますので、非吸収でしかも盤面もね結構非接種されて、多分ねジャスティスとゴッド両方打っちゃうと分割ができなくなりそうなので、まあ、盤面に火が多ければどっちかのスキル打って、まあ無効貫通とかね組んであげればいいかな。で、ダブルゼータ打って半分まで削ります。そしたら、またね非吸収もう一回してくるんですけど、まあダブルゼータ2段継続ですので、まあ、同じくね、はい、ジャスティスゴッド、もしくはどっちかだけ打って、はい、無効貫通とか組んでしっかりと分割してあげてください。分割してこれでクリアですね。 OK。 はい、ということで、以上ウルトラマン上級者向けのダンジョンレベル10でした。まあめちゃくちゃ難しいみたいなことはないかな。うん、ちょっとゴッド潰しはちょっとムカつきますけども、普通に、この通りやっていただければクリアできるかなと思います。で報酬がウルトラマンコラボメダル金かながいっぱい落ちたのと、あとサゲピーとかね、レベル10だともらえますので、はい、ぜひね、クリアして、あと魔法石もか、まあ、前回そうですけど魔法石ももらえるのでしっかりと回収しておきましょう。ということで本日は以上です。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。それではさようなら。